カシオワールドオープンで楽しめるのはプロのプレーだけではありません。会場ではさらにゴルフを身近に感じられるイベントなどが行われています。せーの、親子連れが楽しそうにプレーしているのはゴルフ入門として行われるスナックゴルフ。テニスボールくらいの大きさなので子供でも気軽に楽しめます。やった、私いいよ。楽しかったです。どんなところが楽しかったですか？全部今りょうくんりょうくんって言って追いかけてますこういうね、試みはいいなと思って、子どもと楽しめたなと思います。こちらはプロ仕様に近い高速グリーンでプレーできるトーナメントグリーン体験コーナーです。松岡アナウンサーが挑みました。ゴルフ初心者なんですが、先ほど少しだけコツを教えてもらったのでやってみたいと思います。難しいですね。ちょっと力が強すぎました。 OB も2回あり、1つのコースを9打かけてフィニッシュ。はい、ナッシン行きました。やった思ったよりどんどん転がってて、ちょっと傾斜もあって、なんか左にそれたりとか、速さがあったりとか、それを全部計算するプロって本当にすごいですね。県内の小学生を招いて校外学習も行われました。プロのプレーを目の前で見たり、テレビ中継の現場を見学したりすることで、ゴルフの楽しさやそれを支える人たちの仕事に興味を持ってもらうことが狙いです。すごく集中して慎重に穴にいる姿がとてもかっこよかったです。いつも見てるテレビ中継とかはこんな感じで、なんか苦労の中でできてるんだなというのを知れたので、なんか良かったです。